ビル・エヴァンスこと、ウィリアム・ジョン・エヴァンスは、アメリカのジャズ・ピアニスト。モダン・ジャズを代表するピアニストとして知られ、ドビューシー、ラベルなどのクラシックに影響を受けた、印象主義的な和音、スタンダード楽曲を題材とした創意に富んだアレンジと、優美なピアノタッチ、いち早く取り入れた、インタープレーといった演奏は、ハービー・ハンコック、チック・コリア、キース・ジャレットなど多くのピアニストたちに、 多大な影響を与えたほか、ジョン・マクラフリンといった他楽器のプレイヤーにも影響を与えている。エヴァンスの作品は、ジャズミュージシャンの中で知名度が高く、中でも、ドラムのポール・モチアン、ベースのスコット・ラファローと録音した、諸作品は、ジャズを代表する傑作として、ジャンルを超えた幅広い人気を得ている。また特色ある、多数の楽曲を作曲し、そのうちの少なくない数が、 後続のジャズミュージシャンの多くにカバーされるスタンダードナンバーとなっている。エヴァンスはアメリカニュージャージー州のプレーンフィールドに生まれ、母はルシン人の系統を持ち、父は相当な身分を持つウェールズ系の人物であった。彼の父は兄のハリーと同様に幼い頃からエヴァンスに音楽を学ばせている。ラフマニノフやストラビンスキーなどクラシック音楽に親しんだ後、 10代に入ると兄と共にジャズにも関心を持つようになり、ヨカにはアマチュアバンドでピアノ演奏をするようになった。1946年にサウスイースタン、ルイジアナ大学に入学、音楽教育を専攻。並行してアマチュアミュージシャンとしての音楽活動もさらに活発になり、充実した学生時代を送った。学生時代には、 後年のレパートリーの一つとなる曲、ベリー・アーリーをすでに作曲している。だが1950年の大学卒業後、1951年から召集を受けてアメリカ陸軍での兵役を強いられた。軍務中は当時の朝鮮戦争の前線に向かうような事態もなく、大学での経歴によって陸軍バンドでの活動機会も与えられたものの、エバンス自身にとっては、 不快な期間であったと伝えられる。また兵役中に、その後の生涯にわたる悪癖となった、麻薬常用が始まったという。1954年の兵役終了後、ジャズのムーブメントの中心地であるニューヨークに出て、音楽活動を開始。ミュージシャンの間で、伝統的なジャズ、前衛的なジャズのいずれにおいても優秀なピアニストとして知られるようになった。この時代には、 サイドマンとしての活動が主であり、リディアン・クロマティックコンセプトで知られる音楽理論家、作曲家のジョージ・ラッセルの録音に参加している。ラッセルからの影響は、作曲に現れていると言われる。その活動ぶりを買われて、リバーサイドレーベルからのスカウトを受け、1956年に最初のリーダーアルバム、ニュージャズ・カンセプションスを残している。だが、このデビューアルバムは500枚しか売れなかった。 1958年にはマイルス・デイビスのバンドに短期間加わり、録音とツアーを行っているが、バンドで唯一の白人であること、ドラッグの問題、そして彼自身がリーダーとしての活動を望んだためにバンドを離れる。しかし、デイビスの要望でジャズ史に大きな影響を与えた1959年のカインド・オブ・ブルーのセッションに参加している。 ハードバップ的な頻繁なコードチェンジではなく、モードに根ざしたアドリブをこのアルバムで目指していた、デイビスは、エヴァンスのアイディアを必要としていた。このアルバムに、エヴァンスは自作、ブルーイングリーンを提供している。また、フラメンコスケッチーズが、エブリバディ・ディグズ、ビル・エヴァンズ収録の、ピース・ピースと発展させたものと伺えるなど、カインド・オブ・ブ・ブルーには、エヴァンスの影響が、色濃く反映されている。 1959年にエヴァンスはドラマーのポール・モチアンとベーシストのスコット・ラファローをメンバーに迎え歴史に残るピアノトリオを結成する。このトリオはスタンダードナンバーの独創的な解釈もさることながら即興性に富んだメンバー間のインタープレーが高く評価されピアノトリオの新しい方向性を世に示した。従来までピアノやベースドラムス あるいはギターなどの楽器奏者は、保音奏者を支えるためのリズムセクションとして、リズムを刻む道具として扱われ、また他のピアノトリオにおいても、主役はあくまでピアノでありベースやドラムスは、リズムセクションの範疇を超えるものではなかった。ビル・エヴァンストリオにおいては、この旧来の慣習を打ち破り、テーマのコード進行をピアノベースドラムスの3社が、 各自の独創的なインプロビゼーションを展開して、鑑賞し合い、独特な演奏空間を演出した。特筆すべきは、ベースのスコット・ラファロで、積極的にハイノートで対位旋律を弾き、旧来のリズムセクションの枠に留まらない。また、ドラムスのポール・モチアンも、単にリズムを刻むに留まらず、エヴァンスのインプロビゼーションに挑みかかるような、ブラシワークや、シンバルワークを見せるなど、 このトリオで収録した、ポートレートインジャズ、エクスプロレーションズ、ワルツ・フォー・デビー及び同日収録のサンディアット・ザ・ビレッジ・ヴァンガードの4作は、リバーサイド4部作と呼ばれる。しかし、ワルツ・フォー・デビー及びサンディアット・ザ・ビレッジ・ヴァンガードの収録からわずか11日後、ラファロは1961年7月6日に25歳で、交通事故死してしまった。エヴンスは、 ショックのあまりしばらくの間ピアノに触れることすらできず、レギュラートリオ活動を停止することとなり、半年もの監視員から遠ざかった。このレギュラートリオ活動停止中の演奏活動としては、他セッションへの参加のほか、ピアノソロを録音するものの、エヴァンスの生前は総じてお蔵入りとなっている。翌年にはベースにチャックイスラエルを迎えて、 活動を再開するが、スコット・ラファロと共演していた頃のような緊密なインタープレイは、その交代を余儀なくされた。しかし、チャック・イスラエルはもともと、ラファロの影響を非常に大きく受けたベーシストであり、ボイシングこそ地味ながらも、エヴァンスの気まぐれのようなソロ渡しや空間喪失に対し、メロディアスなソロで応えており、インタープレイがしっかりと行われている。この時期の収録作として、 ムーンビームス、ハウマイハートシングスなどが挙げられる。1966年にエヴァンスは、若いが優れたテクニックを持ち、飛び込むかのように音の隙に入ってくる積極性を持つ、エディ・ゴメスは、ラファロの優れた後継者となる。以降、ゴメスは78年に脱退するまで、レギュラーベーシストとして活躍し、そのスタイルを発展させ続ける。1968年に、 マーティー・モレルがドラマーとしてトリオに加わり、家族のために1975年に抜けるまで活動した。ゴメス・モレルによるトリオは歴代最長であり、従って現在に至るも陸続と発掘、発売されるエヴァンスの音源は、このゴメス・モレル時代の音源が圧倒的に多い。このメンバーでの演奏の質は、初期の録音でずっと後に発売されたライブ版。 枯葉にもよく現れており、ワルツ・フォー・デビー・ライブ、モントルー・ツー・ライブ・イン・パリ、1972、ザ・東京・コンセール・シンス・ウィメットと、このメンバー最後のアルバムである1974年に、カナダで録音した、ブルー・イン・グリーンなどがある。この時期、特に1973年から1974年頃のエヴァン・ストリオは、ヨシア氏は別として、 ゴメスの比重が強い傾向にある。1973年の来日直後、エヴァンスは1960年代前期以来長年、内縁関係にあったエレインに別れ話を持ちかける。新たに親しくなったネネット・ザザーラと結婚するためで、全くエヴァンスの一方的な意志によるものであった。ほどなく、エレインは地下鉄へ、投身自殺した。ゴメスとのデュアルバム、 イントゥイション収録のピアノソロによるハイリリー、ヒロは不幸な形で亡くしてしまったエレインに捧げられた名演である。エヴァンスはエレインの死に大いにショックを受けたものの結局はネネットと結婚し息子エヴァンが生まれている。1976年にドラムはモレルからエリオット・ジグモンドに交代する。このメンバーでの録音としてクロス・カレンツ、アイ・ウィル・セグッドバイ。 You must believe in Spring が挙げられる。麻薬常習者であり、長年の不節生に加え肝炎などいくつかの病気を患っていたエヴァンスの音楽は次第にその破壊的な面、一見派手ではあるが孤独な側面を見せるようになる。エヴァンスの死後に追悼版として発売された You must believe in Spring 収録の s スー u イドイ i d e is Painless は映画マッシュおよび TV シリーズ版。 マッシュのテーマとして知られる曲である。1978年にゴメスとジグムンドがエヴァンスの元を去る。公認に何人かのミュージシャンを試し、中にはマイルス時代の仲間だったフィリー・ジョー・ジョーンズもいた。最終的にはベースのマーク・ジョンソン、ドラムのジョーラ・バーバラにメンバーが落ち着き、これがエヴァンス最後のトリオメンバーとなった。このメンバーでエヴァンスは 管楽器を加えたクインテットによる1979年、We Will Meet Again、またトリオで1980年6月、ビレッジバンガードにおけるライブ、Turn Out the Stars を録音しているが、内省的でありつつもよりドライブした、明るい演奏をするようになった。ダイナミックレンジが拡大し、スケールが大きくなっているのである。しかし一方、時に荒さの目立つことがあり、 急速調の演奏とスローな演奏との落差が激しくなっている。これは常用している麻薬がヘロインからコカインに移ったこととの関係が指摘される。また、兄のハリー・エヴァンスの自殺や家族との別居など晩年の私生活問題も要因として挙げられる。1970年代末期のエヴァンスは私生活がまたも後輩気味となり、ネネットや子供たちとも別居し、 20歳以上も年の離れた若いカナダ人ウェイトレスローリー・ベコミンと愛人関係になっていた。このラストトリオの極めて初期、1979年1月にアイオワ州立大学にて収録されたライブ映像、ジャズエイティーザ・メインタネンス・シャップにおける演奏と非公式録音ではあったが現在公式な形で CD 化されているラストレコーディング、 ヒーストンコーナーにおけるライブ演奏を比べると、トリオ全体が大きく進化していることがよくわかる。エヴァンスの死の直前まで、彼らは前進し続けたのである。エヴァンス本人がインタビューで語っているように、このラストトリオとの演奏がとにかく楽しかったのであろう。エヴァンスの薬物乱用は1950年代後半のマイルス・デイビスとの仕事の頃にはすでに問題となっていた。 ヘロインのために体も蝕まれ、金銭的にも余裕はなかった。1963年、ビレッジバンガードでの演奏の時、右手の神経にヘロインの注射を刺したことから、右手が全く使えず、左手一本で演奏をこなすという事件があった。これを機にヘロインをやめることになったとされるものの、一時的な弾薬には成功しても、晩年まで薬物との縁は切れなかった。 エヴァンス本人のアルバムジャケットなどでは固く口を結んだ肖像写真が多く使われたが、歯を見せなかったのは喫煙と麻薬の影響でひどい虫歯になっていたのが一因である。兄ハリーとの音楽に関する1960年代の対談フィルム動画などでは、対話するエヴァンスの前歯がボロボロの状態であるのが伺える。1970年代後半のエヴァンスは、 長年の麻薬常用の影響で、すでに健康を大きく損なっていた。彼が1970年代前期以降の晩年、それまでのトレードマークであった堅苦しいヘアスタイルや、黒縁眼鏡をやめ、長髪や口、顎の髭を蓄え、スモーク入りの大きな眼鏡という派手なイメージチェンジを図った背景に、健康を損なったことによる顔面の顕著なむくみを、 髪や髭で隠そうとする意図があったと中山康樹が指摘している。また1978年11月にビレッジバンガードでエヴァンストリオのライブを聴いた小川隆雄も彼の体が異常にむくんでいることに気づいていたと記述している。キーストンコーナーライブ時点でも演奏時以外での疲労困コした様子や通常ではピアノ演奏が不可能と思われるほどに 指が腫れ上がる症状が見られた。エヴァンスの体調を危惧したマーク・ジョンソンやジョーラ・バーバラは活動を一時休止してでも治療に専念することを混成したが、彼はそれを拒んでピアノに向かうことを続けた。1979年の We Will Meet Again はピアニストかつピアノ教師であった兄、ハリーのための作品でもある。この年の録音の4ヶ月前にハリーは 同期不詳の拳銃自殺を遂げている。エヴァンスは、前述のキーストンコーナーでのライブに続き、1980年9月9日に、ニューヨーク市のライブハウス、ファッツチューズデーにおいて、同バンド出演初日演奏を行った。すでに激しい体調を不良に見舞われていたものの、ジョンソンやラバーバラによる演奏中止要請を振り切って、演奏を続行した。しかし、 同バンドの開催二日目に当たる9月11日、ついに演奏を続行できない状態となり、やむなく演奏を中止し自宅で親しい人たちによって3日間に渡り看護された。9月14日に再度ラバーバラの説得により、市内のマウント災内病院に搬送されたが、翌9月15日の月曜日に死去した。51歳没。51歳没。死因は、 肝光変並びに出血性概要による出血性ショック死であった。永年の飲酒、薬物使用で人体の薬物、異物分解処理を司る肝臓に過剰な負担をかけ続けた結末で、疫学的には周知されている結果であった。肝臓疾患は、エヴァンス自身も自覚していた長年の持病というべきものであったが、ことに、 晩年の数年は必要な療養を取ろうともせず死の間際に至るまで固くなに治療を拒み続けた結果病状を悪化させ死を早めたのだった。自らが自殺の原因を作ったエレインと兄弟、音楽の両面で絆の深かった兄、ハリーの二人の自殺が晩年のエヴァンスの破滅思考に影響を与えていたとする批評も見られるが真相は定かでない。 エヴァンスの死の直前に二度にわたり、診察を行った医師ジェームス・ハルトは、自分がひどい病気であることを彼は知っていた。入院を進めたが応じなかった。彼には生きる意思が全くないように思えたと証言している。ジャズ評論家で、生前のエヴァンスと親しく、ワルツ・フォー・デビー、ターン・アウト・ザ・スターズの作詞者でもあった、ジーン・リースは、エヴァンスの最後について、彼の死は、 時間をかけた自殺というべきものであったと実感している。マーク・ジョンソンによれば、ファッツ・チューズデーで最後に、エヴァンスが演奏した曲は、長年の愛想曲の一つ、マイ・ロマンスであったという。息子で、映画音楽作曲家のエヴァン・エヴァンスが、14歳から23歳の、時期にわたる、父の未発表演奏の発掘プロジェクトを行っており、2000年、E3 レコードより第1弾がリリースされている。 2015年、ブルース・スピーゲル監督によるドキュメンタリー映画、タイムリメンバード・ライフミュージック・オブ・ビル・エヴァンズが公開された。デビー・エヴァンスやポール・モチアンなど、歴代トリオの元メンバーや共演者、近しい親族など、彼を直接知る人たちの貴重な証言や記録映像をもとに、その音楽性と死について表現されている。五大陸国際映画祭。 モンテビデオ国際映画祭をはじめとした、世界各国の映画祭で最優秀、ドキュメンタリー映画賞に輝いた。ウィルソン、ジョン・エス・ビル・エバンズ、ジャズ・ピアニスト・プレイズド・フォー・リリシズム・アンド・ストラクチャー、ディス・インタッチ・ウィズ・ヒズ・フィーリングス・トラブル・ウィズ・スケールズ・ザ・ニューヨーク・タイムズ・セプテンバー17、1980、アクセスト・ジューン30、2009、ミスター・エバンズ、 Who lived in 43 NJ to this in Europe this summer? ありがとうございます。